とき、ビューモンだったら進化して飛んで帰れるのに。お兄ちゃん、なので僕はどうして進化できないんです。どうしたの、パタモン。だってさ、僕も進化して空をついつい飛びたいよ。そっか、お兄ちゃんどこにいるのかな。ここがどこか僕にもわからないよ。どっちに行こうか。どっちでも。じゃあこっち。うん。
プニマ。わ、プニプニしてる。なんだろう、カードが入ってる。なでなでって誰を？デジタマじゃない？じゃあ着てみる？うん、なでなで、もう一度。
いいデジモンなんだ。だから黒い歯車の力を取ってあげたら。でもどうやって？聞こえるかガキ、どうせビビって隠れてんだろ。出て消えがれ。オーガモンもいる。出てこないとこいつらとこの街がどうなっても知らないぜ。どうしよう。バタモン、ユーモンの黒い歯車を外せられれば、きっとオーガモンと戦ってくれるはず。でももし僕が失敗したらタケルを守りきれるんだろうか。選ばれし子供たち、倒す。しまった。タケル、お兄ちゃん無事か？うん、近くにまで来ていたのか。ああ、もうデジモンの子供たちも逃がしたぜ。何？さあどうする、オーガモン。ありがとう、お兄ちゃんと一緒に助けに来てくれて。お互い様だろ、気にすんなって。ありがとうな太一、お前の協力でタケルを見つけられた。いや、それはお前がタケルのために必死で探したからさ。本当にありがとう太一。選ばれし子供たち。レオモン、お前はいいデジモンのはずなんだ。黒い歯車に負けるな。子供たち。うわ、また黒い歯車だ。うわ、選ばれし子供たち、倒す。ダレモン、モッツファイヤー。中央拳。
ガフレイム行こう。任せた。フォックスファイヤー、フォックスファイヤー、うん、選ばれし子供たち。ダメだ、前のように黒い歯車が両門から出ていかない。どうすればいいんだ。太一さん、こうしろ。ミミ、すごい情報があるの。聖なるデバイスの力を掴んだんです。聖なるデバイス、これか。聖なるデバイスは暗黒の力を消すんです。よし、俺がやる。選ばれし子供たち、倒す。今だ。俺も。うおお、まずい、ガキどもが。力が勝った。冗談じゃねえ、俺一人であいつらにかなうわけねえだろ。いつの頃からだったか噂が流れ始め、世界が暗黒の力に覆われた時、別の世界から選ばれし子供たちがやってきて世界を救うという。それで俺たちが選ばれし子供たちってわけか。だけど証拠はないんだろ。選ばれし子供たちはデジモンを進化させる力を持つという。もしそうなら暗黒の力を消滅させれば僕たちはこの世界に不必要になる。何言ってるの小四郎くん。つまり元の世界に戻れるかもしれないってことですよ。だが、そのためには暗黒の力の中心にいるデビモンを倒さなければならない。やろう、みんな。奴を倒さなきゃ生き延びることはできないんだ。そうですね。それに僕たちには聖なるデバイスもあるし。ミミも頑張る。怖いけど
お家に帰りたいし。そうだな、やるしかないな。私も協力しよう。よし、決まりだ。